そんな、セルが17号と18号を吸収して一気に完全体に。本当は違うんか？ええ、本来なら17号を吸収してから18号を。なんじゃい、結局吸収するんかい。それはそうなんですけど、セルは精神と時の兵を使い、たった一日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまってはセルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃのう。お前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃ。あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気になるんじゃないかの。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事、今回のサポートはトランクスでいいわよね。はい、この歴史のことはよく知ってますから俺に任せてください。そうね、恋愛イベントには超疎いけど戦いの方は大丈夫よね。そっちはいいじゃないですか。もう、はいはい、じゃあ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。教える気はない。消えろ！貴様らの目的は孫悟空を殺す。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いに続きをして。あなたの息子の方が呼び上がっています。こう通達者がなかったのか。もしくはの17号機目を刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。
信じらんねえ。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めましたね。しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう。え？あのあと結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。ええ。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラね、あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。決して諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深い。トランクス、サイヤ人を連れている。あとの腕自慢が俺の敵ではない。戦いを繰り広げているわ。二人の戦いは絶対にさすらめよ。ベッタ、おめえの強さがよーく分かった。おめえの気がするぞ。バトルが終わらなかったね。もう少し欲しいのよ。そうだよ、この。お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トワ。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。セルの木がいきなり膨れ上がった。ト
とわの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史にはパワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。この私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。では見せて。この剣の恐ろしい真実。あやつがこの世に存在するとは。やったな。この調子で腕磨く。
だろう。見せてもらうぞ。俺たちの魔なんだって。よく兵の完成を認めようじゃないか。タルクラ、こんな時に現れるなんて。何でこのメタルクルーが残るのは、なんでこんなの何人もいるんだ。Thank you.
これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。やったな。この調子で。あいつ、やったやった。どうやら助かったようだな、俺たちは。今回はびっくりしたの。クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞かせるとはね。いや、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。ええ、そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。Oh!
ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは、俺の過ごした時代の歴史です。17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き残ったご飯さんも、母さんがタイムマシンを作らなければ、俺も、そして地球は、今頃。歴史を変える機会を作るのは、あまり褒められたことではないがの。はい。ま、今さら言っても、作ってしまったもんはしょうがないが。まさか、この歴史にまで、すぐに向かいましょう。トランクス。はい。あなた、分かっているわよね。はい。では、お願いします。上のはずなのに、ご飯さんは殺させないぞ。
トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは、ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺なら、もう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は、トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってこと、未来は大丈夫なんだ。この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。嫌です、ゴハンさん。ランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。早く嬉しかったよ。ご苦労じゃったな。ちょっと、あの子には二の、にしても、本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変えるようなことをしていたら、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの、余計辛いに決まってるのに。助かったわ。ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。おお、来たか。この間の歴史の改変だがの、完全に修正できておらんかったようなんじゃよ。あの時現れた人造人間16号が倒しきれていなかったみたいなの。あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのも復活させたのもやはり、とはでしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってきてくれるかしら。すまんが、頼むぞ。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。
完全体に決まっている。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい、あなたにも謝らなければいけませんね。それからありがとうございました。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でもそうね、残しておきましょうか。うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に影響はないだろうしの。わしも見なかったことにするか。ほっ。これはタコじゃなくてイカ。イカ、え、タコじゃないの。1、2、3、4、5、数えなくていい。丸いのがタコで三角がイカ。なんだ、てっきりタコのおっさんに本当のこと話して元へのおっちゃんが怒られたのかと思った。心配になって君を追ってきた途端こいつに襲われたんだ。さてこいつ、前にやられたイカだな。まさか何